はい、これも今からね何年前になるんですかね、ある晩このねスリラーナイトに来られた、50代ぐらいのご夫婦のお客様、すごくね感じのいい方たちで、いや私ら今日ね高知県から来たんですって言うんです。で高知県って聞くとね僕すぐ反応しちゃうんですけど、実は僕坂本龍馬が大好きなんですね。僕か武田鉄矢かっていうぐらいこの坂本龍馬が大好きなんです。僕すぐ反応し、あ、土佐ですか、土佐から来られたんですねって言ったら、このね旦那さんの方もまたやっぱね龍馬が好きな方だったんですね。そうなんです、僕もね子供の頃から坂本龍馬が好きで、とでここで龍馬トークが盛り上がるんですけど、ふとねこの旦那さんの方が、それでねロックさん、いや本当嬉しいことにね、実は私たち娘がいるんですけど、娘が先日ね京都の男性のところに嫁いだんですよって。京都といえばね幕末の志士たちが活躍した場ですよ。坂本龍馬もね活躍した場です。京都ですか、いやーそれいいですね、とってことはですよ、高知京都と来たらあとは長崎、この長崎というのもね龍馬が活躍した場所で有名、日本初の株式会社亀山社中を作った土地ですよね。長崎が来たらこれコンプリートですねって言ったら、この旦那さんが、そうなんすでね、本当にありがたいことにね、その京都に嫁いだ娘が先日ね私たち夫婦に長崎旅行をプレゼントしてくれたんですよ。でね観光して、いやいいとこだなと思って、でその晩ね私たち古い旅館に泊まったんですよって言ったところで、あそうそう、その旅館でね六さん座敷わらし見たんですって言うんです。急展開だなと思ったんですけど、聞いてみましたら、まあ、このねご夫婦その晩この旅館の部屋で布団を敷いて、隣同士で寝てると、と夜中にねこの畳を吸うねずっずって音が聞こえてくるんです。で私目つぶったままなんですけどね、その足音っていうのが私たち夫婦の布団の周りをぐる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 、ま、何周も回るんですよ。とこの奥さんの方も、私もねその足音はっきり聞いたんです。でね、六さん、私ねその足音聞いた時に、あこれは座敷わらしだ、よく言うでしょ古い旅館に座敷わらし出るって、って言うんで僕もね、すごいですね、ちなみにそれ目開けて実際見たんですか、見ました見ました、やっぱりそれってこう幼いね女の子の格好してるんですかって言ったら、この旦那さんが、いえ私とね同世代の男性なんですよ。それがねずっと一晩中ぐる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 私たちの布団の周り回ってるんですよ。でもねほら六さんよく言うでしょ、座敷わらしって自分家にね連れて帰ると自分の家がいいことあるって、だからね私一晩中それに向かってね、どうか私の家についてきてください、そう祈り続けたんですよ。なぜ中年男性を見ながらこのご夫婦それを座敷わらしだと思い込んでるのか、そしてそんなもの実際連れて帰ったらこのご夫婦どうなってしまうんだろうなと、まあ、そう考えるとちょっと気がかりな、お話でした。ありがとうございます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。